どうもマンボウです。皆さんは最近海外のインターネットで犬のキャラクターと男性が会話している動画が話題になっているのを知っていますか？この動画は一体何なのか、キャラクターは誰なのか、なぜ男性は発狂しているのか、今回の動画で解説していきます。それでは行きましょう。この動画は簡単に説明すると、海外の YouTuber が配信や動画の中であるゲームで遊んでいる時のリアクション動画です。まずは男性がプレイしているゲームについて解説していきます。これはトーキングベンザドッグという2011年4月29日にリリースされたスマホアプリです。簡単にどんなゲームか説明すると、犬のベンに食べ物や飲み物をあげたり、試験管で実験したり電話をしたりと、ベンとの触れ合いを楽しむ子供向けのバーチャルペットゲームです。もともとこのアプリはスロベニアのゲーム開発会社アウトフィットセブンリミテッドが制作したトーキングトム&フレンズというシリーズの一つ。2010年7月にリリースされたトーキングトムキャットというアプリをきっかけに、二足歩行の動物のキャラたちが登場するゲームが作られていきました。 iPhone や iPad が家にあった人ならこのシリーズのアプリのどれかを一度は遊んだのではないでしょうか。ちなみに僕は小学生の時に父親の iPhone を借りてトーキングトムキャットで遊んだことがあります。あの当時は自分が喋った言葉をヘリウムガスを吸った後みたいな変竹林な声で繰り返すのが妙に自分のツボにはまっていたことを鮮明に覚えています。一時期 YouTuber が動画にしていたドンキとかによく売っているマネッコなんちゃらみたいなぬいぐるみも同じような雰囲気を感じますね。トーキングトムキャットのようなバーチャルペットゲーム以外にも、サブウェイサーファーズやテンプルランに似たキャラクターを走らせ続けるゲームがリリースされたり、子供向けのウェブアニメが作られたり、実写映画が制作予定だったりと、トーキングトム&フレンズは様々なコンテンツが作られています。では次にベンというキャラクターをもっと掘り下げてみましょう。ベンというのはニックネームで、本名はベンジャミンと言います。ベンはトーキングトム&フレンズシリーズのメインキャラクターの一人で、主人公の猫トムの親友です。彼は茶色と褐色の犬で、見た目の特徴から普通のプードルとバーニーズマウンテンドッグの交配種であるバーニードゥードルという犬種ではないかとファンの間では予想されています。実はベンは引退した科学の教授で、なおかつ数学者、プログラマーといった側面を持っています。トーキングベンザドッグの中で実験ができるのはそのためです。意外な設定ですね。ベンの年齢はなんと40代。可愛らしい見た目とは裏腹に、中身は完全なおっさんなんです。テッドのクマみたいですね。この事実を知った時、いくら動物のキャラクターとはいえ、40代のおっさんが新聞を読んだりゲップをするのを観察するアプリを子供向けとしてリリースしたのは、冷静に考えると結構やばいのではとつい思ってしまいました。では最後にトーキングベンザドッグをプレイしてリアクションをしている男性について解説していきます。この男性は愛称スピードという名前で活動している YouTube ストリーマーです。彼は2022年の2月頃からトーキングベンをプレイする動画を何本も投稿し始めました。先ほど述べた通り、このアプリではベンと電話をすることができ、ユーザーの言葉を聞いてベンが様々なリアクションを取ります。愛称スピードさんはその電話を使って議論を呼ぶような際どい質問をベンにして、その反応を見るという遊びをしていました。中でも特にネットでバズったのは、愛称スピードさんがベンに LGBTQ をサポートするかと質問した後、ベンが無言で電話を切り、それを見て愛称スピードさんが発狂するという切り抜き動画です。この動画は Twitter に転載され 5.7 万件のいいねを獲得しています。アニメや映画を見た時の海外の反応動画を見ればわかるように、外国人、特に英語圏の人たちはリアクションが派手で見応えがあると個人的に感じました。子供向けのゲームをここまで面白くできるのは、さすが海外の人気 YouTuber なだけありますね。概要欄に愛称スピードさんのチャンネルを貼っておくので、気になった人は見てください。いかがでした？今回トーキングベンを解説しました。このチャンネルでは他にも様々なミームを解説しているので、海外ミームが好きな人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また解説してほしいミームがあれば、ぜひコメント欄にお書きください。本日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。